はい、スカイミュージックレディオ行きましょう。11月第2回目の放送、こんばんは。というわけでね、はい、はい、土曜日、はい、今日は僕来ましたよ、うん、来たね。今日は湘南富士山が中止になってるんで、ね、ライブイベント雨でね、うん、うん、中止になったんでね、なったんですけどもね。はい、そんなわけで今日も行きましょう、はい。気がついたらもう12月じゃないかという、まだなってないんですけどもね、あっという間に今年も進んでいましたが、今日も盛り上がっていきましょう、はい。今日は午前中から雨降ってたんで、湘南藤沢のライブイベント中止になりました。ファンキーとねがです、よろしく。そして今日ここ、はい、横浜本木からやってまいりました、オーケーズのボーカルです、石野徳と申します、よろしく。先生お願いします、はい。そしてこっち、ありですかなしですか、全部あり全部ね、はい、よろしく。はい、ありのありです、よろしく、はい、はい、お願いします。大丈夫噛んでるよ。はい、インディーズアーティスト支援音楽情報番組スカイミュージックレディオ。この番組は次世代のジャパニーズミュージックシーンをリードする若手アーティストを支援する音楽情報番組です、というね、はい、素晴らしい。それではありちゃん、今日の番組案内お願いします。はい、今夜はガンガンかけますよ。インディーズアーティスト楽曲オンエア特集、気合の3曲をご紹介します。アウトレットバンドで For Me、 ルル・クララさんで Shine、はい、で晴れの音さんでポンです。はい、11月、そして11月23日の水曜日、はい、スカイミュージックレディオオンフェイスブックライブ2016インディーズアーティスト楽曲アンコールオンエアについてのご案内をします、はい。そしておなじみ趣味でごめんね30年の秋吉さんの提供のプレゼントコーナー、私が担当する魅惑のキーワード発表にもご期待ください、はい。オープニングテーマは都内近郊で活動中のシンガーソングライターマリカさんのミルキーです、この曲は10月から11月のスカイミュージックレイディオオープニングテーマです。この番組は千葉県千葉市のショッピングモール美浜ニューポートリゾートの提供でお送りします。はい、長読み今日も頑張って読めました。拍手、ありがとうございます。はい、それではスカイミュージックレディオ、今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。アリちゃん、発車オーライ、発車よろしくお願いします。はい、スカイミュージックレディオ、それでいきましょう、はい。今日もね、はい、いいよ、アリーちゃんの発射オーライから言ってますからね。はい、はい、それじゃあアリーちゃんお願いします。はい、インディーズアーティスト楽曲オンエア、はい、最初の1曲は、はい、アウトレットバンドさんで、はい、フォーミーですね。フォーミーバンズ、はい、はい、おなじみですよね、彼ら。そうだね、そうだね、常連さんというか。え、そうなんですか。そうだよ、あ、来てるよね、うん、アリーちゃんの感じも来てるはずだよ、多分。組の男の子、僕いなかったうん、そうなんです、うん、そうそう、忘れちゃダメだよ、忘れちゃったね、はい、覚えてますよ。ボーカル小林秀樹さんとギターの斉藤誠さんによるパワーポップユニット、はい、メロディアスな楽曲と飾らないただ住まいが不思議なほど見るものを引きつける二人組だそうです、はい。早速聞いてみましょうか。はい、それではアウトレットバンズさんで For Me、 どうぞ。
聞いていただきましたのはアウトレットバンズで For Me です。はい、はい、頑張ってるんだよ彼ら。相変わらずかっこいいね。相変わらずかっこいいでしょ。かっこいい、うん、そう近いですね。そう、うん、彼らは、うん、よく連動の野外ライブシリーズに出てくるんですけど、うん、彼らがブッキングすると必ずっていうと雨降るんですよ。オーケーズみたいですね。今日もそうだった。あ、そう、今日も藤沢ブッキングしてたんですけど、そうかそうか、雨降って中止で、もっとひどいのは、うん、前に1年くらい前かな、同じ藤沢の会場で4番目くらいまでライブ進んだんですよ、うん、で彼らも始まる前真面目だから一生懸命こうフライヤーを配って何時にやりますからお願いしますなんて散々やった挙句に彼らの出番の前の組になったら大雨降ってきちゃって、そこでお流れになっちゃった。あららかわいそう、ね、雨がつきもののね、あれなんですけど、ね、まあいろいろ頑張っておりますのでね、ぜひ応援の方一つよろしくお願いいたします、はい、アウトレットバンズで検索すると出てきますので、うん、チェックの方よろしくお願いします、うん、スカイミュージックレディオフェイスブックページにもアクセス貼ってありますのでそちらの方から入っていけますので、うん、ね、どうぞ応援の方もよろしくお願いします、うん、アウトレットバンズまたねよろしくお願いします、うん、今日ちょっと残念でしたけども、うん、またよろしくお願いします、うん、はい、はい、それではリーちゃん次行きましょう。はい、次の曲は、はい、ルルクララさんで、はい、シャインという曲です。シャイン、はい、ね、この曲はですね、うん、ファースト EP のリード曲であるシャインという曲で、聴けば聴くほど味が出るスルメのような自信作だそうです。スルメのような自信作、スルメのような自信作だそうです。はい、聴いていただきましょう。はい、それでは、ルルクララさんでシャインです。どうぞ。
あなたに味方するから、もうこのまま全部全部全部吐き出していこう。あなたが逃げるなら私も逃げる。聞いていただきましたのはルルクララさんで社員でした。はい、うん、なるほどなるほど。10月にバンド始動今年ですか、じゃないですか、ね、多分早いね、もう、うん、この時期であっという間に多分音源送ってくれたの、ちょっと前に多分音源来てたんで、うん、すごいね、ポカポカですね、ポカポカですね、去年、うん、だって2月ライブ決定って書いてある、うん、いやだから決定か、うん、決定だからこれからです。すごいですね、息合ってます、うん、これからです、これから。はい、ね、大阪のバンドさん、はい、頑張ってます、うん、ルルクララさん、うん、ね、ぜひ応援の方よろしくお願いします、はいはい、社員お届けしました。それでは後半戦も盛り上がっていくよ。スカイミュージックレディオ、お付き合いよろしくお願いします。はい、スカイミュージックレディオ放送中、はい、今日もかけるよ3曲というわけで3曲目いきましょう。アリーちゃんお願いします。はい、次は、晴れの音さんで、はい、ポンという曲です。ポン、はい、あの緩いイメージのあるウクレレをポップミュージックで前面に押し出した、はい、ありそうでなかったポップスバンドです。はい、はい、アコースティックを追求しつつバンドサウンド編成での演奏にもこだわっている、うん、バンドです。はい、聞いてみましょう。それでは、はい、晴れの音さんでポンです。どうぞ。ポンポン。
ていただきましたのは晴れのお父さんでポンでした。ポンっていうのいいね。ねえ、どうですか。いやもう弾ける感じがすごくいいですね。ですか。確かにウクレレってね、うん、もうちょっとこうゆったりとまったりとかあるんだけども、あえてポップに軽快に軽快だよね、うん、こういうノリでね、ビートもそんな感じだもんね。そうそう、でもこれギターじゃやっぱりこうなんないので、うん、この音質じゃないと、うん、意外とベースがうまいですね。うん、ベースがやっぱ支えていますね。ウクレレって低音が出ない分、ああ、そっか、うん、ベースが、ね、しっかり抑えてるところが多分アレンジの肝だと思う。いました、うん、すごいですね。コメントがもうコメントがもう、うん、もう山さんに言うと必ずもう音楽的なコメント書きますから、ね、そうですよね、うん、そのために言うんじゃないそう、すいませんでしたはい、でお届けしたのは晴れのつさん、ポン。いろいろ活動されてますんで、ね、千葉とかなんかいろいろね、こっち活動されてますので、情報の方はスカイミュージックレディのフェイスブックページの方に貼ってありますので、写真もねございますので、そちらの方をチェックして、ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。12月10日の土曜日、14時から高田馬場サニーサイドでライブがありますと、書いております。もしね、ご興味がある方はそちらの方に足をお運びください。はい、どうもありがとうございました。活動頑張ってください。はい、いいね、いいね、もうみんなやっぱ頑張ってんね。やっぱ送ってくるだけだから気合入ってるよね。気合入ってる、うん、なんかもういい曲ばっかり。そう、いい曲ばっかりで本当にね。はい、というわけでいきましょう。お知らせが、お知らせ、ね、明日、うん、今度は水曜日、11月23日水曜祝日、祝日やりますよ。スカイミュージックレディオオンフェイスブックライブということで、久々に何をするんですか。ワロップ放送局から、はい、飛び出しまして、うん、お今、ね、流行りのフェイスブックでライブで配信できるというシステムがあるんですけども、はい、こちらでスカイミュージックレディオンフェイスブックライブ、スカイミュージックレディオン2016インディーズアーティスト楽曲アンコールオンエアと出しまして、今年かけさせていただきました楽曲の数々をアンコールで20曲かけまくろうという。大丈夫ですか。ワイド番組です。すごいですね、うん、ミヤネ屋より長い番組になりますね、きっと。あ、そう、3時間ぐらい予定してますんでね。ちょっとまだなんかゲストを出してっていう人がいるんで、うん、なんか長く、もっと長くなっちゃいそうな気もしないでもないんですけども、頑張ってやります。第1弾前半20曲、来週の水曜日祝日23日ですね、うん、やります、うん、そしてなんとまだオフレコなんですけども、うん、12月の10日の土曜日後半20曲やります。全部で40曲、うん、アンコールオンエアパート2ということでやります。来週は僕と山さん2人プラスちょっとゲストが来るかなっていう感じなんですけども、うん、12月の回はアリちゃんも参加してフルで、はい、千葉県野田市はおなじみこちら、アキオ、ね、アキオさんの最近始まりました、有線ラジオサテライトスタジオで公開生放送で公開、うん、お届けしますのでね。ぜひ。あるの。ありますよ。そうなんだ、うん、サテライトスタジオすごいです。さすがうん、すごい。アキオサテライトスタジオございます。そちらの方からで、ね、アキオアキオ、いろいろ来週の分はもうオンエアの曲目とかも発表してありますので、スカイミュージックレディオのフェイスブックページの、11月23日の、ね、ところを見ていただけると、はい、いろいろ書いてありますのでね、うん、すごいよ。大丈夫かねこれ。今年出たの。そう、今年かけたやつ。1月から前半なんで、多分6月ぐらいまでかけた曲をほとんど多分かけられると思うんですけど、うん、漏れなければ。あ、すごい、うん、いっぱいありますよ。いっぱいありますよ、うん、かなりありますから、ね、思い出。そう、思い出の曲いっぱいありますよね。聞けばなんか、あの時ああだったなってなります。ワロップ放送機からの生放送じゃないんで、スカイミュージックレディオのフェイスブックページに、アクセスしていただけると、そこに生放送の、動画というかね、中継が流れますので、そちらの方からご視聴いただけるようになってますので、こちらもスカイミュージックレディオのフェイスブックページに詳しく、書いてございますので、ぜひチェックの方よろしくお願いいたします。2時から、当日午後2時からスタート。一応5時までなんですけどね、予定で頑張ります、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、それではどんどん行こう。今日もね、ネタが多いからね、
はい、じゃあちょっとね遅くなりましたけどもね、リスナーさんの出席をここで取らさせていただきます。それでは今日はアリーちゃんいきます。よろしくお願いします。出席取りますよ、はい、大島浩一さん、中村秀樹さん、はい、大坪良一さん、西澤慎也さん、はい、波岡ボンジュさんさん、はい、藤井ひろ子さん、はい、町田寛介さん、はい、大久保真由美さん、はい、正岡源さん、鈴木聡さん、はい、阿部寛さん、はい、山本豊春さん、はい、古谷大輔さん、はい、坂本桃子さん、はい、染谷真由美さん、遠藤昭雄さん、はい、菅原義則さん、はい、高橋由紀さん、山口典子さん、はい、藤井直孝さん、はい、吉原陽子さん、はい、遠藤美智子さん、はい、木内紗友子さん、はい、藤井智明さん、はい、大枠優斗さん。読めました。見てますか。ちょっとね他漏れてる方もいたらごめんね、また次回読みますんでね。ありがとうございます。最近みんな結構いいねいっぱいしてくれるんで、うん、で少しあの皆さん出血ということで取ろうかなという、はい、あいいですね。もう全員さんからやるよ、うん、コメントしてくださいね。うん、よかったらね。コメントもあのアリーちゃんよかったっていうコメントばっかりが多いらしいんで、あ、まあいいけど、うん、ですけどね、山さんと僕のことも書いてください。いいね、うん、そんなわけでもう今年もね残すことあとワロップ放送局が多分2回、でこれがアンコール放送があるんで、まあ、4回ぐらい放送ありますんでね、まだまだ今年頑張りますのでお付き合いよろしくお願いいたします。それではこの後最後のコーナーいきます。最後いろいろあるよ、楽しみに。スカミジクレディオ、はい、スカミジクレディオ放送中です。今日もね盛り上がっていきました。3曲お届けしました。いかがでしたでしょうか、はい、アリちゃんお願いします。はい、エンディングテーマ曲はアンチエイジング2人合わせて110歳のキャッチフレーズで、はい、アラカンアイドルとして頑張っているミュンとヤヨさんの初恋物語です。はい、この曲は10月から11月のスカイミュージックレディオエンディングテーマです。はい、いいね。それでは行きましょう、はい、今日もお待ちかねのコーナー、リスナープレゼントコーナー、調子こいて趣味でごめんね30年、千葉県の田市にあります趣味の店アキオズさんから、私も愛用中トートバッグ、今日はちっちゃめですけどね、サイズちょうどいいんで1名の方にプレゼントさせていただきます。ご応募はこの後発表になるキーワードを書いてメールで sky@bay.co.jp までお送りください。はい、今日はね最近小芝居長かったんで今日はもう淡白に行くからね、アリちゃんいいよ。はい、行きますよ、はい、アリちゃんさ、はい、今日この放送が終わった後ってどこに行くの？あそこ。ガン。あそこってどこよ、メインや。はい、というわけでね、そんなところに、そんなところにね、そんなこと言っちゃうんだ。はい、締め切りは11月20日明日の23時、どしどしご応募ください。応募しなければ当たりません。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ありちゃん、はい、番組へのご意見ご感想応援メッセージは sky@bay.co.jp もしくは skymusicradio facebook ページまでお願いします。はい、今夜の放送はワロップ放送局スマホアプリ限定で今夜23時より再放送がお楽しみいただけますので、そちらもよろしくお願いします。はい、魅惑のキーワードもう一回聞き直してくださいね、夜11時、うん、ね、行こう、今日1回しか言ってないですね。そう、うん、もうすごいね、うん、はい、というわけでアリちゃんじゃあ行きましょう。はい、そうですね、寒くなってきたので皆さんあの、はい、風邪ひかないように、はい、山さん、はい、来週は錦糸町の55ウェイズでデラックスのライブをやりますので、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで今日もお届けしてまいりました。なんと今日アリーちゃんこの後9時からもう一回生放送、はい、あの小松崎さんっていうねワロップ放送局のマドンナがやってる番組、9時からの番組、私はおばさんになりたくないに、はい、この後すごいね、忙しいね引っ張りだこ、働き者ですね、働き者、そちらの方もぜひご視聴の方よろしくお願いいたします。アリーちゃんと、ね、小松崎さんで、楽しい放送にね、あのスカイミュージックレディオでまたちょっと違った感じのアリーちゃん見られると思いますので、そちらの方もよろしくお願いします。次回の放送は12月3日の、土曜日、6時30分から。はい、それでは今日も閉店です。どうもありがとうございました。 See you next time. Bye bye. Bye bye.